台風の影響で東海道新幹線は昨日に続き一部の区間で運転を取りやめています。 JR 静岡駅から中継です。はい、東海道新幹線の改札の前にいます。本来なら日曜日の駅構内は大きな荷物を持った人や買い物客で混雑するんですが、今日はかなり人通りが少なく感じられます。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は東京三島間の上下線で1時間に2本程度すべて自由席で折り返し運転を実施しています。また三島名古屋間の上下線は昨日に続いて終日運転を取りやめます。名古屋新大阪間の上下線は始発列車から本数を減らして運転しています。明日は始発から通常通り運転が再開されるということで、足止めされていた人たちからはやっと帰ることができると安堵した様子が見られました。